良寛逸話。良寛さんってどんな人？新潟県長岡地域振興局では、江戸時代の名僧良寛さんを若い世代にも知っていただくため、良寛の優しく子供好きで誰からも親しまれた人柄を描いた逸話の数々をまとめ、小冊子を作成しました。このコーナーでは、良寛さんの小冊子にまとめられた27の逸話から、児童生徒の皆さんがご自身で読みたい逸話を選び朗読していただきました。